おはようございます。おーす。今日も、はい、朝の空腹、朝から9個の服をねお届けばらまいてこうと渡す。投稿積んでください。知っとくってこと、ね、見てます。まあ前回久しぶりにスタートして、アーサーベンジャーズ、まあ理論も大事ですけど実践も大事ということで、まあ両方ともやっぱり兼ね備えることがこの、まあ実質分かるをできるのね、工夫だよ。そうですね、分かって終わっちゃダメだからね、そうですね。でまあ前回自分の、まあ、外側の世界というか自分の工事の自分と今の自分のこの乖離をどうこう対話していくかみたいな話をしたと思うんですよ。今日はですね、その中でちょっとまあ工事の自分ってそもそもこう何のかってところとか、その工事の自分にこうどう向かって選んでいけばいいのかみたいなですね、ところを実際何なんですかね、いわゆるそれが本当の僕棚卸しな気がしたんですよね。あのね、まあ、棚卸しでもあるんですけども、まずねこれを分かっておかなくちゃいけないんです。理解しておかなくちゃ。まず理解しなきゃいけないポイントことがありまして、はい、それは何かというと、はい、すでに選んでいるということなんですよ。あ、そもそも。わかります。選んでない人なんかいないんですよ。それは自分がその生きてる今をってことですよね。そう、だから今の自分は自分が選んじゃってるんで、ヤドカリみたいなもんです。ヤドカリ。ヤドカリってその貝殻を背負ってるじゃないですか。貝殻背負ってますね。背負って、であれお引っ越しするときあるんですよ。あ、はいはい、引っ越しするときだけ背中の貝を出してちょっと裸みたいな状態になってシュッシュッって行って、また新しいヤドカリなんです、うん、で背中の貝を自分が選んでるみたいな感じ、うん、だけど生まれたときに君の貝はこれねって言ってつけられると自分が選んでない気がするじゃないですか。そうですね、なんか選ばされたみたいな、てかもう元から自分のこの背中の貝はこれなんだみたいな。でもう変更も効かないっていう。ああ、なんか環境によって作られたみたいな。もうあなたはこれですみたいになってるから、あ、もうこれなんだみたいな。うん、まさか変えられると思ってないし、自分が選べるとも思ってない。うん、で、生きていくうちにいろいろ決めちゃったから最強になれないわけ。うん、だ最強じゃない自分が本当の自分と思い込んでるんですよ。うん、だからまずは、今の自分を選んじゃってるっていうことを臨場感を伴ってですね、強く理解する必要があるんですよ。そうしないと変われないんです。なんでかっていうと、その選んでるんだって腑に落ちてない限り選べないんですよ。分かりますか？はい、腑に落ちない、そうですよね。だから最強の自分を選べば最強になれるから最強になってくださいって言ったところで、みんなこういう顔なんですよ。真顔なんですよ。えみたいな。なんか言ってることは分かるんですけど、そんなのが簡単にできたら、みんな得になってますみたいな、うん、なるわけじゃないですか。だからまずその選んでるっていうことがですね、何なのかということです。例えば私と犬沢でですね、ファミレスに行くわけです、サイゼリアに。サイゼリアに行って、メニューを、これにしようみたいな。はい。したときに、それ選んでますよね。うん。だからそういうことです。だから日々の、だから日々の、その今の生き方は、選択の連続ってことですよね、自分が。あ、そうです、そうです。うん、まあ、人生も選択の連続なんですけど、今の自分が選択しちゃったものです。まあ選択の連続により、そこにまあ確かにそうですね、迷い込んでるみたいになってるんですけど。最近それめちゃめちゃ痛感するんですよね。なかなかでも、最強の自分引く今の自分で差が出るじゃないですか。まずここを理解すべきなんですよ。その金の斧の銀の斧じゃないですけど、はい、最強の自分と今の自分どっち選びますかみたいな話で。それだったら最強の自分選びますよ。何もコスパが同じだったとき。まあ、間違いないですよね。なのに、みんな最強の自分じゃない側選んだ。
実際は。実際はそうそう。うん、これは何かっていうと、まず最強の自分がいることを知らないし、あ、選ぶことも知らないし、だからさっきのその、あ、この背中の回がもう一生自分のこの回なんだっていう、うん、思い込みなんだ。だからその普通いじめられっ子はいじめられっ子のままなんです、うん、内藤大輔が変わったっていうのはこの回が変わったんですよ、うんうんうん、いじめられっ子っていう背中の回を取って世界チャンピオンっていう回に変えたからそうなった。背負ってるものが変わったんですよ。そう、背負ってるものっていうか、まあそうですね、自分で選んだんですよ、うん、うん、あ、そうか。じゃあ変わったっていうのはおかしいですね、結果、まあ、変わ、まあ選べ、まあ違うものを選べば、まあ変わったというのは変わったんですけど、選択の質ですか。じゃあだからなんか毎回吉野家の牛丼を選んでれば吉野家の牛丼の人になる、うん、それを変えて回らないお寿司屋に変えれば変わります。うん、だからそういうことです。確かに現実、具体的に言ったら確かにそうですよね。で、うん、まず何が最強から乖離してるのかっていうことを気づくべきなんです、自分が。それが本当の棚卸しですね。じゃ あそうそうそう、さっき棚卸しっていう言葉出てたけど、うんうん、そういうことなんですよ。で、自由に選べるのになんで最強側を選んでないのかという問いが出るわけです。うん。そうすると言い訳が出るわけです。うん。そことの対峙です。対話でも。これ。なるほど。これが前回のところの、まあ、本当に言いたかったところって感じですね、うん、で、まあ、さっきの犬意見じゃないんだけど、まあ、退治もするけどもいきなり最強になってみてもいいんですよ。私はべしゃりのレベルは最強だって思い込んで喋ってみると、うん、ここ全然レベル10にも満たないみたいな、うん、と、あれあれってなるじゃないですか最強じゃないぞ、あれおかしいなみたいな、おかしい、あれってなるわけですよ。で、その時にまた退治すればいいんです。うん。じゃあ何が足んないの？なんで最強のべしゃり券100倍みたいにやってんのに、うん、全然あれあれみたいになっちゃうのかっていう言い訳を自分に聞いてみるんです。うん。なんか周りに喋りが上手い人がいないから。うん。笑いの取り方がわからない。うん。間の取り方わからないとかでなってくるとだんだん分かってくるじゃないですか、うん、見つければいいんですよ。そのレベル99か分かんないけど間の取り方の上手い人って誰だ、うん、いるじゃないですか、お笑い芸人とか、まあ、普通のなんかペシャリの上手い人いますね。比較してみればいいんですよ、うん、で上手い人見たらそれをパクろうとしてみればいいんですよ、うん、でとりあえず完コピできるんだったら、まあ、そこそこそんなに壁なかったですよ、うん、でお手本いるのに完コピできない場合は相当なんか変なトラウマみたいになる、うん、壁が、うん、そうするとまたそこの対峙です、うん、なんかね上手に喋っちゃいけないんだとかあるんですよ、そういうの、うん、自分が褒められちゃいけないんだ、あそういうので壁できてる人もいる、うん、例えばですかね、うんうんうん、なんか過去にあったみたいな。そう、最強じゃないってことは最強になれない何かしらがいるんですか。うん。そいつをアルボス。アルボス。アルボス。オーリアルボスで倒そう。うん。一発目からね。うん。一発目から。もうそこ打ち止めたら終わりです。ゴングが鳴って5秒でローリングエルボーを決めて相手を失神させて、あれ草和工夫春選手。エメラルドクフージョン出さなかった。そういう感じです。そういう感じです。最強だから。でも、相手はそんなノーガードじゃないですもんね。うん、まあ、相手はね、ノーガードなんだけど、こっちがビビってるんです。あー、なるほど。よく、最強の格闘家みたいな人がいたとしても、うん、自分のやつと喧嘩すると勝てないみたいな話あるんです。うんうんうん。もう、催眠術みたいにかかっちゃった。あー。
もう本気でやその同じぐらいの力のそこら辺のおっさんだったら殺しちゃうぐらいボコボコにできるのに、自分の実の親父とかね、もうあの子供の時からやられちゃってるから、うん、もう力が出ない催眠術みたいな赤ちゃん、そういうのに近い。なるほどっすね。そういう感じです。だとにかくその今日はこれの最強をやってみようと思って、その改良を確認して、なぜ自分はそれが最強にならないのかという原因と言い訳を探ってみる、うん、そしてそいつをエルボス、うん、でもう一回最強でやってみて、最強になれてればおめでとうございます、うん、まあ、あれなかったらまたちょっと考えてみる、うん、でね、大体さっきのその吉牛の話だけど、あのね、人っていうのは毎日吉牛行ってることにも気づいてないんです。あ、そもそも他人は気づいてるんですよ、うん、あの人毎日吉牛行って、いつも牛丼の並つゆだく頼んでるよねみたいな、うんうん、本人はそれに気づいてないんです、うん、それの何がおかしいのかもう当たり前になっちゃってるんで、うん、あの隣のお店が見えてないんです、うん、隣のお店が見えてないどころか、あの牛丼並盛りつゆだく以外のメニューすら見えてない。あ、そのくらい見えてない。だからこそ自分のことがわからないとか見えないっていうことです。そうそう、だからもう見えてない前提でいかないと、隣の豚丼とか牛皿とか見えてこない。うん。で、まあそれすら見えてない人がね、その隣のお店見えてこない。うん。で、隣のお店見えてない人は隣の町とか見えてない。うんうんうん。っていうこと。これ広がりだからちょっとステージ論に似てる。うん。そういうこと。なるほど。だから見えてないんだ前提でやらない限りちょっとも広がらないから、うんうん、で広がらないイコール最強には近づけない、うんうん、ってことは同じ中でぐるぐる回っちゃってから、なんか頑張ってるのに変わらない、うん、で頑張るよりもですね、その、うんうん、あれ違うメニューあんじゃんって気づけるそっちに努力になったんです、うん、あれ自分の見えてない世界見えたとき、それがね、あの見えただけでガッツポーズしようとね、うん、ひまべちも言ってるひまべちも、うん、でもそのくらい難しいってことです。うん、当たり前になりすぎちゃって。だからこの自分の背中の貝がもうあの、メガネよりも体の一部になっちゃってる。うんうんうん。そういうこと。実践です。確かに。だから今やらなくちゃいけない課題みたいなのがあるわけですね。例えばビジネス的なものとかでも、うん。それをやったときに最強のステータスでやってみようとなるわけですよ。うん、普通最強であったら相手が最強でも互角で、相手が弱かったら絶対倒せるわけです。うん。なのに、おえみたいになるわけですよ。うん。ボコボコにやられてしもうたみたいな。うん。まあそういうことですね。そこで、あれ最強じゃないぞって思います。うん。まあ逆に勝っちゃった場合、勘違いする場合もありますから。でも勝っちゃったらまあいいですよ、とりあえずは。うん。でも負けたのに最強であることはないの。うん、そうですね。そういうことです。なるほど。でも逆、そうですね、そういう考えでいったら、まあ、そのコミュニティ自体は、その、補完し合える、こう、プロの関係性がいいですね。あ、そうそう、だから、なんか書くことの最強の人をお手本になるし、うん、あの、体の動かし方の最強の人をお手本になっちゃう。私です。うん。だから、そのいろんな最強の人がいれば、あの全部それを、あの感覚にでいけばいい。その掛けるでビジネスとかはね、何でもいいんですけど。そしたらまた最強のコラボビジネスも生まれる。それをウィンウィンマッチング。ウィンウィンマスターコース。これがウィンウィンマッチング。マスタリーです。そういうこと。おお。だからね、その嫌だなって思ってる時点で、うん、もう最強から離れてるわけです。うんうんうん。まあ、自分の得意なことからできる。うん。と、あと、やらなくちゃいけないこと。やらないと先に事業は進まないみたいな。うん。まあ、これは、あの、犬意見100倍みたいなのを使っていかないと。うん。そうです。まあ、もしくは最強の仲間を見つける。まあ、それもあるかもしれない。うん、なんかありますか？これ。あとは実践あるのみですか？そうですね、その自分が最強だと
それは思い込んでいいってことですかね、まず。思い込まないと始まらない。うで、ね、うん、で思い込んだからといって犬みたいにならないので、まあ、そうですよね。そこからが漫画の世界と現実の世界の違い、うん、だけど慣れるか慣れないかで言えば慣れると私は思ってます、うん、まあ、慣れてる人もいますから、うん、そうですね。それで挑んだ結果、だからまああれですよね、僕で言うとそのプロの世界を知った結果、あ、うん、こういう選手、まあみんなプロですけど、うん、その挫折するところ、あ、こういうとこなんだなとか、そういうイメージですよね。それでそれに対してどう壁を打ち破っていくのかなみたいな、うん、まあね、あの久保君ですらオリンピック金メダル取れなかったですし、っていうことは最強ではなかったんです。うん、そういうこと。うんうんうん、でもね、それは結果であり、それを目指し続けるのは本人の選ぶ選択の自由ですよね。うん、だからそこからまたその最強じゃない何か不純物があるということです。うん。初めからない人もいるんだよね。不純物はですか？うん、まあそれはその環境によって決まるので。うん、空気がきれいなところに住んでる人もいれば汚いところに住んでる人もいるという。うん、でも別にどっちでもその最強にはなれる。うん、話ですか。そっか。じゃあ毎日これでね、できなかった場合また空腹のありがたいお話してみる。あの、選べない理由というのは実はねあるんですよ。ここはね、あるんですね。なるほど。でも選べるのであれば、この話は別にしなくて。わかります。選べなかったとき、うん、うんうんうん、やっぱり N 座はそうだったか。やっぱりそうなってしもうたか。なるほどですね。それだったら早く羊、はじめに言っとけばやっていうお叱りの意見はあるかもしれませんけど、そんなに全部言っちゃいけないと、うん。まずは。まずはやってみて、ちょっと で、ね、あのできるかできないかを試していただきたい。はい、わかりました。そういうことで。ありがとうございます。毎日に。この最強をやってみようっていう。まあ、もう、2日後には報告してもらう。そうですね。だいぶ早いんで、今回の話。なるほど、そう。もう、ウーダループの。ええ。まあ、そういうことで。ありがとうございます。じゃあ今日はこんな感じかな。はい。ありがたいです。土曜日の朝。よろしくお願いします。はい。では。アディオス。